今週の結果報告をお願いできますか。はい、まず私ですが、今週は先行部隊と護衛部隊両方が忙しかったので、ミガドルエデンからミイエルとベルの2人が臨時で側近についてくれていました。パト様、さすがに起きてください。帝王の自覚を少しは持っていただかないと。今日はベルが来てくれたんだね。普段あまり話す機会がないから嬉しいよ。私もきっとそう思う。思う、自分のことだよね、どっちかな。思っていると思う。くせ強い。パト様、起きないと後々辛いですよ。寝かせてあげた方が、いいと思う。ですが、この後の本来の睡眠時間で寝れなくなったら後々辛いと。なら起こした方が、いいと思う。長々い。と、守備特化の二人がいたおかげで問題なく警備は果たせました。あとはパト様の睡眠が治れば。そうですね、まあ、いきなりは無理だと思うので、徐々に治していったらいいと思いますよ。メリア様、どうしました？いえ、なんでも。寝不足の原因メリア様か。とりあえず報告の続きを、アリシアはどうでした？側近と政治部隊、ことかちゃんは頑張ってます。はい、ことかちゃんは本当普段からすごく頑張ってまして。この資料に書いてあるのがこれで、ここがこうだから。本当ことかちゃんは勉強熱心ね。アリシア様、何かお仕事ですか？お仕事じゃないわ。ちょっと時間あるからトレーニングをね。あの、今日中にここ周辺の知識を得たいので今日はその、すっごく頑張り屋さんなのね。ことかちゃん、安心して、そこの分野は私完璧に覚えてるからトレーニングしながら教えてあげる。さあ、今日も体力トレーニングとオーラトレーニングよ。はい。だからすっごくことかちゃんって可愛くて、だからこれからもしっかりお世話します。間違いなく、途中嫌々だったでしょうに。便利だから断れないのよね。わかるわ、ことかちゃん。ありがとうございます。それでは次は3部隊の総長を呼んできてもらっていいですか？わかりました。それでは失礼しますね。お疲れ様です、メリア様。3人ともお疲れ様です。それでは近況報告をお願いしてもいいですか？じゃあまずは私からだね。最近いろいろミスして爆発したりで全然成果なし。以上。ソフィアちゃん、そこはミスした原因を話さないと。そうだねー。まずアイスをちゃんと食べ終えて、お洋服が汚れちゃうでしょ。はぁ、やっと終わった。やっと帰れる。やっと寝れる。そうだね。私はまだまだいけそうだけど。ソフィアちゃんは毎回夜になると仮眠室でたっぷり寝てたでしょ。琥珀も疲れたらいつでも代わってあげるから無茶せずに。あ。琥珀、大丈夫。怪我はない。月下班、ごめんなぁ。大丈夫よ。薬はどうにでもなるけど、琥珀が怪我をしたら。それにソフィアちゃんの持っている薬でもう一度量産したら大丈夫よ。琥珀大丈夫。とりあえず気分を。ソフィアちゃーん。この液体ぬるぬるするー。あ、一週間の努力が、水の泡に。ほんまごめんなぁ、月下班。月下ちゃん、助けてー。ぬるぬるして起き上がれない。仕方ない、能力で。能力だね。触れた状態でオーラ使うと爆発するの。おかげで研究所の通路が使い物にならなくなったから今護衛部隊と政治部隊に頼んで、修理してもらっているところ。ちなみに私はその関係でこの一週間すっごく忙しかったわ。ちなみにアリシアからそのような連絡は来てないのですが。そりゃそうだよ。アリシアにはお金ちょうだい。としか言ってないもん。アリシア様、普段から優しくて甘いけど、ソフィアちゃんには衝撃甘。ということは政治資金ではなくアリシアの懐から修理費が出てるのね。ソフィア、とりあえず今回の修理費は技術開発部隊の資金から引いておきます。アリシアのお金は帝国からちゃんと払っておくわ。はい。次は私だけど、今週はソフィアの騒動のせいで復興と治安維持で結構忙しかったわ。おい、そこしっかり動きなさい、ってお休めるな。使えないわね、生きてる価値ないんじゃないの。そこ、あなた創生支配持っていたわよね。それくらいもできなくて創生支配って言ってるなら名乗るのやめたら。そこはそのままお願い。そこはそうだね。そのカゴと恩恵を含めて補強してくれたら助かるよ。ラル様が私を呼んでる。しかもすごく激怒。私何かまずい指示したかな。あの、ラル様、かな、ちょっと来なさい。うわぁ、個室呼び出しだ。これは、かわいそうに。あなたたち、二人とも持ち場離れるけどしっかり復興と警備するのよ。来なさい。ほら、お疲れ様。少しここで休憩していくといいわ。あれ、説教じゃないんですか？説教、なんで？私はかなちゃんがすっごく根詰めて頑張ってるから休憩を挟めたかっただけよ。いつもいつも怖いよ、ラル様。私かなちゃんに厳しくしたことないんだけどなぁ。私かなちゃん大好きだからすっごく甘々なんだけどなぁ。いや、厳しい態度で呼んだらそれはさすがに勘違いするでしょ。ラル
王様ももう少し部下の前でもカナに優しくしてみては。ダメよ、上が甘いところを見せたら下書きを緩めてしまうわ。常に緊張感持って役割を果たしてもらわないと。わかりますよ、でも飴と鞭というのもありますので、仕事以外は従属心の子たちにも優しくしてあげてくださいね。それで最後せっかちゃんはどうですか？私はみんなに助けられてばっかりよ。本当まだまだ未熟な総長だわ。でも最近、ハクの攻撃性に拍車がかかった気がするのよね。ハク、今日は惑星に寄生しているエイリアンの撃破らしいわ。惑星に寄生しているエイリアン、すごく怖いかも。そうね、でも従属神のみんなや配下神のみんなもいるから大丈夫。私たちは背を任せて戦いましょう。うん、足手まといになったら。すいません。立ちなよ、まだ立てるでしょ。その程度で終わりのつもり。その程度の苦しみで死ねるとでも。悪いけど何回かは時間を戻して苦しめるよ。ハク、もう終わったんだから終わり、退散よ。甘いよ、セッカ様は、罪なき生物を殺した罪、奪った命の分だけ苦しみ、死を与えないと。ダメ、ほら、それ以上やったら後ですっごく怒るよ。怒られるのは嫌でしょ。仕方ない、セッカ様に怒られるのは嫌だからやめる。やっぱりみんなのね、攻撃的になるとハクでもかなり変わる。私がしっかり止めないと。その後宇宙船に乗ると嘘みたいに性格がいつも通りになっているからすごいと思うわ。はあ、やっぱりハクちゃん可愛いわねー。あの普段おとなしい子が戦場では勇ましい、素敵だわ。ちなみにセッカはその時のエイリアン何体くらい倒したの？ゼロでいろいろ粉砕したから1000体くらい。ちなみにハクは50体くらいらしいわ。私は平常運転で大量虐殺しているセッカの方が怖いよ。私は笑顔でそんな軍隊を瞬殺できるソフィアちゃんの方が怖いわよ。そんな内心ハクもセッカちゃんだけには言われたくないって思ってますよ。そうね、澄ました顔で自分より大量虐殺している人に怒るわよ。って言われてもねー、はぁ、ハクちゃん可愛い。なんでちゃんと仕事したのに私が責められないといけないのよ。それを言うなら従属神や配下神の方がいっぱい倒してるからね、本当。まあ、それで今回その緊急事態が発生したから側近につけなかったと。そうね、そこ周辺のエリアの惑星に寄生していたから、一日一惑星を救っていたわ。ちなみに今からも出動しなきゃ、だから再来週いっぱいは忙しいかも。そうですか、わかりました。それでは3人とも忙しい中ご報告ありがとうございます。じゃあねー、メリアー。さて、今からかなちゃんとお話ししよう。ダル様、結構余裕ありません。いやー、相変わらずドタバタしてますね。でも各自とても充実してて羨ましいです。私も誰かと話しながらゆっくりしたいですね。お疲れ様、メリア。ご主人。ほら、休もう、ずっと頑張ってるんだから。そうですね、ご主人はどうしてここに？まだメリアの近況報告を聞いてないからね。メリアの主は俺だから俺がちゃんと聞いてあげないとね。どうだった、今週は？そうですね、最近はご主人が仕事終わりにずっと私のところにいてくれたのですごく楽しかったです。そうだね、アリシアやコトカ、普段会えない3人との時間を過ごせたから俺も良かったよ。それに、最近ずっと私の部屋でゆっくりしてくれるのでちょっと心配です。ご主人が来なくなった時寂しくなるんだろうなって。そっか、ならその時はメリアが俺の部屋に来たらいいんだよ。そうですね、なら仕事が終わったら今度は私がご主人の部屋に遊びに行きます。ああ、最近新作のゲームが発売されたからソフィアやセッカ、カナも呼ぶんだ。どうせならみんなで楽しく遊びたいよね。そうですね、私もみんなとの時間を過ごしたいです。決まり、じゃあ来週の目標が決まったね。はい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。